はい、どうも皆さん、こんにちは。ちょっとね、皆さんちょっと質問があるんですけど、皆さんやっぱりマインクラフトって操作は慣れてますか？慣れてますか？まあ慣れてる方が多いと思うんですけど、もしその大きさが2分の1ぐらいの大きさになったら結構難しいと思いますよね。なので今回はちょっとそれはチャレンジしていきたいと思います。こちら見てください。僕超可愛くない？超可愛いんだけど、ほら見て、これ目線さえもうめちゃくちゃちっちゃいんですよ。やばい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 。今回これでね、ちょっとドラゴンエスケープゴールできるかやってみたいと思います。あとね、結構前にもこのモードを使ってね動画やってみたんですけど、もし見てなかった方はね、多分僕が忘れてなければ説明欄に貼ってあると思うので、皆さんぜひ見に行ってください。あと皆さんね、ちょっと最初に言っておきますけどね、この動画面白ければ高評価、コメント、登録よろしくお願いします。待ってますよ。行きましょう。よっしゃー、小人のスカイウォーズじゃなくて小人のドラゴンエスケープ第1試合目、天国を通っていきましょう。 Through Heaven、 それがクマップの名前です。行くぞ。あーやばい、待って、はっ、めちゃくちゃちっちゃいからさ、普通に届くジャンプでもなんか届かない感覚なんだけど、はっ、いいぞ。あとね、足がどんだけ長いのかわからないから、危ね、今絶対落ちたと思ったのに。はっ、オッケー。なんか感覚がほんとおかしいな、小人だったら。なんか視界もめちゃくちゃ狭いしさ。オッケー、ここ飛んで。え、待って、これ絶対届かないジャンプだろ。はっ、オッケー。はっ、よし。意外と小人にしては順調。小人にしては順調。はっ、いいぞ。え、今の絶対届かないじゃ、高く、待って待って。本当に感覚が、どのジャンプも絶対届かない感覚のジャンプなんだけど、普通に届くというね。よし、いいぞ。ふう、なんか今回敵が速い気がするんだけど、気のせいかな。え、待って、これ、あっ、いけんの今の。はっ、あぶね、あー絶対今落ちたかと思った。オッケー、どうもこんにちは。はっ、いいぞ。はっ、はっ、え、お、皆さんちょっと待って、僕今1位だ。よし、あと僕だけで生き残ってるの。どこまでいけるか？待って、小人でさ、小人で一人だけ生き残って1位になれるって結構僕、嬉しいんだけど、そして失敗したー。でも、優勝です、皆さん。あ、めちゃくちゃ可愛いんだけど、これ。可愛くね？めっちゃちっちゃい。やべえやべえやべえ。It's a small world after all.さて、2試合目はね、いつもの定番のスカイランズでいきたいと思います。さて、小人たち、行くぞ。でも優勝は譲らないからな。優勝は僕がもらうからな。ふわっ、小人でも容赦はしないから。ふっ、よし、いいぞ。ぽ、意外とさ、僕このアップ久しぶりなんだけど、やるの。オッケー、届いた。ジャンプ。あ、やばい。よし。え、待って、自分、背がちっちゃすぎて。難しいぞ。あ、ここちょっと近道使ってみます。ほっ、ミスったー。待って、小人が走ってるの見てみたい。小人どこだ、小人、小人。わー、小人のドラゴンエスケープやばすぎる。待って、めっちゃかわいそうなんだけど、圧倒的にさ、ドラゴンが巨大なのに、この小人が頑張って逃げてる。皆さん、スルーヘブン、また、え、また天国のマップじゃないですか、これ。行くぞ、みんな。どこまで、前回よりは進みたいぞ。オッケー、ほ。行く、あれ？あ、待って。最初に遊んだマップがスルーヘブンじゃなかったんだ。そっか。読み間違えた。これがスルーヘブンです、皆さん。1試合目のマップはスルーヘブンじゃない。名前わかんない、1試合目のマップ。やばい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 。待って、小人だからさ。ふっ、小人だからジャンプするタイミングとかが読めない。え、待って、もう飛ぼう。オッケー。はっ。うわっ、あぶねえ。よし、いいぞ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。どこまでいけるか？ここまでしか行けないということが分かりました。感覚が本当におかしいんだよ、これちょっと。難しい、難しいですね。ね、めっちゃむずいでしょ。うわー、このマップやん。このマップ細かいジャンプがいっぱいあるからさ、できるか分かんないけど行こう。あれ、ラグってるぞ。あ、いけたいけた。おい、カットー。皆さん、え、待って、トムの顔のスキンがいるんだけど、ちょっと待って、顔見せろ。トムや、トムだ、トムのおっさんだ。視聴者かな？頑張るぞ、一緒に。頑張りましょう。よーよ、行くぞ。よし、優勝。なんか一回優勝できたけど、まだゴールに到着したことがないので、それゴールしたい。
うん、ロールバックやばいっすね。ちょっと待って、ロールバックがちょっとやばいんすけど。ジャンプジャンプ、え待って、ポルケなんでロールバックがこんなにすごいんだ。パー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 、結構僕後ろのロールバックがやばくね。ちょっと待って、なんで僕が小人だからか。なるほど、小人はやっぱりね、体重がちっちゃくて体も小さいので重力とあまり逆らえないんですよ。だからね、こういうなんか、ゲームとかでロールバックしやすくなるという体になって。待って、僕まださゴールしてないんだけど、本当にこれドラゴンスケ僕結構ね好きなミニゲームなのでゴールしたいんだけど感覚がおかしいんだよね。よし、はぁ、このマップ、このマップめっちゃ長いマップじゃね。やば、行くしかない。よし、長いマップだ。でもね、これ難しいジャンプがないからゴールできるならこのマップありえるぞ。難しいジャンプが本当にないからね、これ。よし、ただ集中力を持ってずっと集中しとけばいけるはず。よし、結構いいぞ。ポキポキじゃないわ、あぶね。あ、いや、ピョン落ちたかと思った今一瞬。あぶね、ここで、あ、ふいっ、おいおいおい、よし、いいぞ。難しいジャンプがないと意外とやりやすいね、皆さん。よし、難しいジャンプね、さらにあの小人なんで、あの感覚がやばい、感覚がね違うんですよ。でもこの動画で50回ぐらいも言ってるけど、難しいジャンプがあるとね、あるほどそれは難しくなるんですけど、まあそれは当たり前か。だけど簡単なジャンプが多いこのマップはね、僕の方が有利だということを皆さんに証明したいと思います。こ、結構差つけてるんじゃないか僕今のところね。え、どうすか皆さん、いいぞ、マジでいいぞ今回。ほ、目線が本当にちっちゃいところにあるから、はっはっは、あ、いやでもそんな差ついてない。え、3人とも近い。あ、いやでも1人落ちた。オッケー、ナイス。ち、ここだ、オッケー。あ、え、ここゴールじゃね、もうほぼゴールじゃね皆さん。はっ、ゴールする時が来たか。これね、1回生放送でやったんですよこのアップ。そしてみんな僕のこと待ってくれたんで、優しかったよなあれ。ちょっと今ちょっと泣けてくるわ本当に。ありがとうみんな、はっ、優しかったよみんな。だけど今はね、これ今回の試合に集中するしかない。はっはっ、いけるぞいけるぞ、ゴールいける、はっはっはっ、おし、皆さんゴール到着、小人でゴール到着。あれ、おっしゃー、やった、ゴール到着。イエイ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 。前回の試合ね、一応ゴールできたんで2回連続ゴールできるかやってみたいと思います。そしたらね、この動画は結構ね、いい締まりになるんではないでしょうかと思うんですけど、どうでしょうか、頑張っていきましょう。はぁ、ノー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 、全くいい締まりにならないよ。あっはっはっ、2ハート、よし、わお、ラグった今。よし、でも意外と僕はまだ生き残ってる。おっ、いいぞ、あ、終わった終わった、はい、終わってしまいました。それでは皆さん、ちょっとね、最後の試合にね、あの勇気じゃなくてやる気を託したいと思います。はぁー、た絶対に優勝します、絶対に優勝するぞ。優勝しなかったら何でもします、本当に何でもするとは言っていない。優勝するぞ、よっ、あ、前回の優勝者さん、ルイサさんがいるぞ。ほっほっ、よっ、スルーヘル、マグマに落ちずにうまく飛び越えて僕の前の近道燃えてしまった、なんてアホなことしたんだ。だけどここを飛び越えてダメージを受けずに死ぬんだよね。ピンチっすね、ピンチっすね、頑張らないと。お許しくださいませ皆さん、あと1試合やらせてください。行くぞ、最後の1試合、泣いても笑ってもこれが最後、最初のジャンプで落ちてもこれが最後。最初は順調、まあもちろん最初はね失敗したら恥ずかしいから。よし、ほっほっ、あ、いいぞ。よし、ロールバックがあんまりないぞまだ。よし、このまま最後まで突っ走りたいけど、それができるかわからないんだよね僕は。でも諦めずに続けていきましょう。いいぞ、ほっ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 、あ、今僕結構1位らへんじゃない今のとこ1位らへんな気がする。いいぞ、え、待って、僕の、ま、めちゃくちゃ前に1人いるんだけど、早くね早くね、待って、お願いお願い、僕のこと置いていかないで。え、待って、ここ届く、あ、届いた届いた、オッケー、ここ1試合、あああ、あぶねえ、ここ1試合目だ、やったマップじゃん。どこまでいけるか皆さん、なんか1位の人が本当に早いんだけどゴールしちゃわないよね、ゴールしないで本当に。終わった、この人が優勝か。
オッケー、皆さん今回まで見てくれて本当にありがとうございました。今回ねちょっと小人になってドラゴンスケープやってみたんですけど、まあたまにはいいね、ちょっと感覚ってやつを変えて遊ぶのも結構楽しいと思います。今回の動画面白ければ高評価よろしくお願いします。今回の動画の高評価目標は1000でいってみましょう。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 3, 2, 1 アディオス。